犯罪の維新の言い草を聞こう。秋田県の不正で世の中騒がせた遠藤隆遠藤隆君。あの、<ー>何が言いたいかというと、それよりもまずですね、第一段階として総理がなぜ国葬が必要なのかと、安倍総理の思いを語られる、そういう場が必要ではないかということで、一段。秋田県不正、選挙区民に高価な犬をばらまいた遠藤。 遠藤、なあ、安倍の思いを語るって、そうじゃなくて、安倍は、統一協会と詐欺のグルになって、信者を騙し、騙すことに広告等として加担した。遠藤、なあ、そのお詫びが必要なんだ。頭を丸坊主にして、お詫び、あんぎゃだ。次は、維新の幹事長、藤田の話を聞こう。藤田も、ズブズブ、男で、 統一協会と反射の行動をとった。 でであれればあのご挨拶もあの頼まれるわけですねでその中でおっしゃられるように、まあ、私もあの少し未熟だったなと思うところであの関係団体と、まあ、あまり認識せず、まあ、行ってしまったというところについてはあの大きく反省すべきところだと所属の中でこれ例えばあの単純に私のようにです、ね、あのイベントに何度か参加して挨拶をしたぐらいのものからやっぱり自分たちからまずそれを公表して信頼を勝ち得ていくという姿勢は党には あの我々も自制を含めてですね、必要だというふうには思います。まあ、った、また、どこから見ても反射の統一協会。イベントで挨拶って広告等の典型。関係の濃淡ってちょっとぐらいやったじゃすまないぞ。ジャパンライフの広告等をやった安倍と同じじゃないか。 あの、私自身はですね、あの、安倍総理に対して他党ではありますけれども、ものすごく尊敬の念も持ってますし、あの、業績に至っても個人的には評価をしてます。はい、野党なくて与党と呼ばれる大阪維新だね。安倍をどう思っても知ったこっちゃないけど。安倍のしでかしたこと、無数の犯罪と国会の場の嘘800だ。安倍の無責任、 金融棚、国債の大量発行、日本政府、日本銀行を発端させてるじゃないか。ただ、あの、内閣の意思で何か、まあ、様々、そういうような法律的な技術を使うということはよくあります。だから、先ほどから申し上げているように、この国葬、国葬儀も、あの、 国民からすると名前どっちでもいいじゃないですか。か極めて政治的なものであれば、説明責任をいち早くはた果たして、ご納得いただけるようなことを全方位的にやるというのが、これがやっぱり政権与党の責任だと思うんですね。うん、自民党の補完の与党と,として、国葬賛成だけど、説明が遅いだけで、大阪維新、気持ち悪い、自民党よいしょ。 だから、その説明責任というのが一番大事だと。だそれは、やっぱり多くの人が、こう、心から注意を示す、多くの、より多くの人が示せるような、そういう持ってき方をですね、自民党または政権はやるべきだったんですよ。なぜそれができなかったのかと。うん、自民党を批判しないで、ちょっと、ケチをつける。これが、維新のやり方だ。汚い奴らだ。